どうもです。ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回は先週、先々週とログインキャンペーンでもらった箱と英傑のガチャの方ですね、箱を開けるのとガチャをやっていくだけの動画となります。先日、リアル知人の方からですね、ドキンよと、少し喋りが硬いんじゃないかというご指摘を受けましてですね、まあ自分の方でも、動画の方を見返している時にですね、まあ少し喋りが硬いなという感じはあったんですけど、まあ検証動画、あと説明の動画ですね、ペットの作り方とか、つくもの入れ方とか、そういった検証動画や、説明動画におきましてはですね、まあ、今まで通り固く、真面目に、話していきないなと思っているんですけど、まあ普通の動画にいたしましてはですね、まあ、もう少し、柔らかく、もう少しフラットに喋、れていけたらなと思っています。まあドキーンの方がですね、九州の、福岡の人間になります。なので少し、方言とかも、出ちゃうかもしれませんがですね、そこのところはですね、温かい目で、いや耳で、聞いていただければなと思っていますので、一つ、そこのところはよろしくお願いします。では、早速箱の方を開けていきますけん、ゆっくり、見とっときということで、開けていきたいなと思います。まず開運の抽選帳ですね、まあ2つありますので、そろそろ、いいのが出るやろうもということで、開けていきたいなと思います。まあ欲しいのは付与席ですね。まあどちらでもいいんでですね、そろそろ出しちゃろうかなという感じで、いつも通りの、軍神ということで、もう一つありますんで、まあたまには出ませんね、宝玉の、強化箱ということで、出たんしけとという感じですね。ここからですね、ログインキャンペーンでもらった、箱の方を開けていきたいなと思いますけど、まず紅浴衣選別箱ですね、これは、めっちゃ赤いやつですね。浴衣になるんですね、まあこれも普通なやつですね。まあこれ縦縞のやつ、まああんまりこれといった欲しいものはないかなという感じなんですが、これは下に丸がついちゃう感じのやつですね。まあざっと見ましたけど、まあ何でもいいかなという感じですかね。まあちょっと開けていって、これ何なんですかね。とりあえず、着替えときますか。うん、まあまあコメントのしようもないやつですね。ということで、まあ、浴衣はこれでしょうね。ここからが、ちょっと本番になりますかね。まずはじゃあ武器の方から、開けていきたいなと思います。これはグラーが変わるんですかね。ちょっと中身がどんなグラなのかちょっと見れないので、まあとりあえず開けていきたいなと思うんですけど、必ず出るわけではないんですね。一応つくもの源とか、力の源とか結構外れもありますねこれ。まあどうせなら欲しいですけど、何気に奥義とかはちょっと欲しいかもしれないですね。
ではいきます。力の源、一番ドベのやつが出ましたね。15% のやつ出たんですね。せっかくなんで、あ、なんか出ましたね。鳳凰の武器のやつですね。これ何なんですかね。あ、9種類から選べるということで、どんな感じなんですかね。あ、一応見れるんですね。まあちょっと弓見てみましょうか。まあ、弓はちょっと悪くないかもしれないですね。なんか昔いましたね、こういう弓持ってる人。あのプレミアボックスかとかそういうなんでもらっ買った人が、もらえる武器のグラが取れるという感じですかね。まあ、槍も見てみますか。まあなんかポセイドンっぽい感じの槍ですね。まあ一応どうなんすかねこれ。あと見てないのが、コンボ。ああまあっちゃ微妙っすね。まあ鉄砲に関してはこんな感じですね。まあ、何を見せられてんだという話になるんですけど、これは選択できませんということなんで、まあまあ、 あの出なかったよりは良かったんじゃないかなと思います。ではあの次に衣装の方ですね。まあ、まずはじめに、どっちからいきますかね。モノノフ衣装くじ、こちらからちょっと見ていきたいなと思います。条運衣装ですね。まああのこれですね、これあんまり好かんやつですね。まあちょっとあのごつい感じがする、まあ微妙なやつですね。まあ銀千代のやつもあのまあ昔からあるやつですね。まあこれは悪くはないんですけど、なんかちょっと似合わないかなという感じで、これ出ても取引不可なんですね。となるとあの売ることもできないんで、まあ欲しいのは今のところないですね。今のところはないというか、まあ、あ、家久はまあまあ良さそうですね。まあ水筒感じですね。まあ悪くない。へそ出しの腹筋もりもりで、いいんじゃないかなと。まあ秀吉の服もこれもまあ悪くはないね。昔あのこの装備のグラはしてましたけど、もうやってませんね。あと下の方はあんまりいらないやつですね。まあとりあえず開けていきます。また一番ドベのやつが出ましたね、これ。とりあえず装備が欲しいですね。野外万能薬ということで。これ、あの、以前、なんか、あの、地震探じゃ、回復が追いつかないから、一発で回復するのが出てほしいとか言ってたんですけど、まあ、これあるんですけど、まああの合戦場では使えないんですよね。しかもあの20個でそう簡単にいつも手に入る
ものではないんですけど、まあ、ここで配ってきたかという感じでした。ちょっと衣装出なかったですね。あともう2つですかね。西国の衣装くじですね。ちょっとこちらをちょっと見ていか、いこうかなと。まあ同じなんですかね。あ、これ新しいの入ってますね。元地下の衣装。これも悪くないですね。まあ色は何色にしても青が強調されてるやつですね。まあこれ出たからといってこれにはちょっと変えないとは思うんですけど、まあ、出たらこれにしてもいいかなと。ちょっとかっこいい系ですね。まあ他は先ほど見たのと、同じような感じですね。まあなんかあの衣装が出てほしいなという感じで、開けていきます。まあつくもと、これもちょっといらないはずですね。あら、今回ちょっといいのが出てないですね。なんか出ろ。あ、なんか出ましたね。これはどこだ。直しげ、直しげってどんなやつでしたっけ。これですね。あ、これですね。鍋島のやつですね。あんまりつかん感じのやつですね。水筒感じではないですね。で、あら、これで終わりですかね。意外と、何も見せ場なしということで、これがラストになります。英傑ガチャですね。これ7個あるんで、7個開けていきたいと思うんですけど、まあ、毎回言ってるように、欲しいのは謙信と、まあ、家康と、あとは、まあ伊達政宗と真田もかぶっても、コストが減るんで、その4つのうちのどれかが出てくれると、嬉しいかなと。あとこの内藤とか、馬場も、持ってないんで、高坂ですね。以前ちょっと高坂とか言って、ご指摘を受けましてですね、自分は高坂ぐらい知ってるんですけどね、動画で、ね、話してるとなんか高坂とか言ってましたね。まあ高坂とかも欲しいですけどね。まあ政宗狙いで、7個一気にいきたいと思います。それでは3のがはい、あいたこらほんと難勝と。今回は箱開け英傑7連ガチャでめっちゃいいとこ見せちゃろうかと思いよったんやけど、バッテン値段しけとう動画となりました。無理やり、方言で喋、っていこうかと思ったんですけど、逆にむずいわということで、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイキンちゃん。